最後に旅立つ皆さんに穏やかでも やっぱりここだったか。聞いてほしいことがあって探してた。お前を。お前もとうとう今日で高校卒業か。でも出会った頃から比べても全然変わってねえよな。今みたくちょっとつつくとムキになってみたりするとことか。かと思えば、図星刺されて素直にしおれちゃうとことかさ。そんな恨みがましい目で見んなって。悪い意味で言ってんじゃねえから。なんつうのかな。はまいたくなるんだよ、お前って。本当に妹みたいでさ、見守っててやりたいと思ってた。それなのに、いつからかな。お前が学校でどういう風に過ごしてるのかとか、バイト入ってない時はどうしてるのかが変に気になり始めて。俺の知らない場所での話を聞くたびに、最初は気にならなかった年の差がだんだん疎ましくなった。せめてあと一年遅く生まれてりゃお前と羽学で過ごせたのにってな。そう思ったところで、やっと気づいたんだ。もうお前は、からかいがいがある可愛い妹、可愛い後輩ってだけじゃない。正直、
言うか言うまいか今日まで散々悩んだけど決めた。お前がいてくれないと俺雨みたいだ。ミユ、俺はお前が好きだ。お前の気持ちを聞かせてほしい。キス、それが答えだって思っていいのか。マジで。今までのお返しでからかってんじゃねえやな。いいはずがねえだろ。絶対断られるって思ってたから、ちょっとびっくり。参ったな。お前に随分先越されちまった。ミユ、俺の初めの一歩はここにしようと思う。本当の意味でお前に触れる最初の一歩だ。受け止めてくれ。